皆さんこんにちは。青森市長の小野寺明彦です。青森市テレビ広報セイムフィーリングでは、今青森市が力を注いでいるさまざまな取り組みをご紹介します。今回はワーキング。コロナ禍の今だからこそ、青森で働くということに新しい価値を見つけ出していきたいと思います。さて、今回の番組では青森県出身の声優三上しおりさんにご協力をお願いしています。三上、よろしくね。小野寺市長、こんにちは。皆さんお元気ですか？三上しおりです。青森市の取り組みを紹介する番組セイムフィーリング、今回この番組のキャラクターのナレーションを担当しました。実はこのキャラクター、青森市出身のイラストレーター柿崎幸子さんが描いてくださったんですよ。私にちょっと似てるかな。セイムフィーリング、この番組をきっかけに青森市のことを一緒に考えていきましょうね。三上、よろしくお願いします。はい。コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わりました。人の流れを減らすために出勤しないというスタイルも定着しつつあります。そうです、リモートワークです。ネット環境が整備されていれば、どこにいても仕事をすることができる時代。そんな中、注目を集めているのがコワーキングスペースです。ここは青森駅前のグラビティコワークです。グラビティコワークは有料会員制の、ワークスペースになってまして、主に U ターンですとか、移住してきた方々の、コミュニティの受け皿であったりとか、あと例えばそうだな、お子さんの育児で集中できないからここに、通っている方ですとか、あとはこうコミュニティを求めてここに通勤されるような人も中にはいらっしゃいます。次に伺ったのは県庁近くにあるセブンシーズ。セブンシーズはですね、コワーキングスペースといいまして、インターネット環境が整っていますので、パソコン一つあれば仕事がしやすいような場所になっています。コロナを機にですね、働き方がだいぶ変わって、急速に変わってきてまして、こちらで何かしらこう大きい仕事がある中央の会社の方がですね、その機関のこの支店とか支社とか、そういう場所として使ってもらったりとかですね。これまで働くということは職場に行くことだったけど、これからは働きやすい環境を自分自身で探して、そこで有意義に過ごすことができるということなんだね。利用者の方々にもお話を聞きましたよ。本当なら家でもできるんですけど、やっぱり子供もいまして、はい、家族もいますので、ここでやった方が断然はかどるので、ちょっと疲れた時とか、そこのコンビニに行ったりとか、なんか空気を吸いに散歩できたりするので、結構ここ小さいコーヒー屋さんとかもたくさんあるんで、はい、休憩がてら行ったりできますね。どうしても家っていう雰囲気がなかなか自分の甘える環境になってしまって、僕の性格上多分オンとオフ切り替えられなかったので、それはそうですね、ちょっと学びました。それはしっかり集中できる環境でやることが効率化を図るなというところですね。青森市では今こうした場所を活用し、今の仕事を継続しながら青森で生活できる環境が整ってきていることから、リモートワーク可能な人材や企業、新しい発想で起業や就業収納していただける人材を誘致する取り組みを始めています。まずステップ1は関心層へのアプローチ。青森市への移住に興味を持ってもらうため、相談体制を一元化するとともに、移住・就業に関する情報発信に力を入れ、東京での移住相談会やオンラインでの移住相談なども行っています。そしてステップ2は検討層へのアプローチ。青森市への移住を検討してもらうため、実際に青森に来ていただき、豊かな自然があり
リモートワークしやすい環境も整っているという魅力を体感してもらう取り組みです。その手法としてワーケーション体験モニター事業や移住体験モニター事業などに取り組んでいます。そうなんです。次に紹介する新しい働き方はワーケーションです。例えば青森市内の体験施設などで地域の人たちと交流したり、美味しいものを食べたり、休暇を楽しみながら地域の中で仕事をする、それがワーケーション。その魅力を青森市の移住 PR 大使に任命された高坂由衣さんから教えてもらいましょう。私、東京でお笑い芸人をしていて、この春に青森市に移住してきました。その全ての経験を生かして青森市移住 PR 大使として青森市の魅力をどんどん発信していきたいと思っています。芸人さんから青森市移住 PR 大使に、なんだかワクワクしますね。では高坂さん、青森市のキャンプ&ワーケーションの取り組みについて教えてください。こちらは青森市と東津軽郡の4町村が連携して進めている取り組みの一つで、今人気のキャンプをしながらワーケーションを体験するものです。キャンプする場所やその周辺にはリモートワーク環境をしっかり整えていて、キャンプをしながらリモートワークとの両立を体験することができます。他には、2つ目の取り組みは移住体験です。県外にお住まいで青森への移住を検討されている方のために、実際に宿泊をしながら青森の暮らしを体験できる移住体験を実施しています。移住体験する施設は浅虫市にある温泉付きのリノベーションした古民家です。もちろんリモートワーク環境も整っています。こちらに宿泊しながら青森市はもちろん東津軽郡の4町村での暮らしや交流も体験できます。3つ目はリモートワークワーケーション体験です。現在県外でリモートワークをしている方に青森でのワーケーションを実際に体験していただく取り組みです。青森でリモートワークしながら地元で楽しめるアクティビティなど、青森の魅力を十分に味わっていただけます。自然や歴史文化など魅力がいっぱいの青森で、今までの仕事を続けながら楽しい暮らしができる、そんなワーケーション体験を SNS やホームページでどんどん発信して、青森でワーケーションがしてみたい、青森で暮らしてみたいと思う人を増やしていきたいと思っています。ではここで実際に青森市浅虫でワーケーションを体験した人の感想を聞いてみましょう。ケイティさん、浅虫の印象は？やっぱり周りに日帰りできる温泉があったり、温泉卵とかもすぐ目の前にできたりするので、そういう楽しみもできますし、今日の午後みたいに、海の方でちょっと遊んだりしてサップやったりするとリフレッシュもできるかと思うので、本当に浅虫っていう場所がとてもワーケーションにとっていい場所だと思います。オーストラリア出身のケイティさんは14年ほど前に来日、現在は岩手県の旅行会社に勤務しているんですって。去年から結構青森といろいろ関わってきて、なんていう、自然も岩手と同じように自然が多くて、あとはやっぱり岩手とまた違う食文化だったり、ねぶたとかそういう感じのことも見れると思うので、それがすごいなんか興味深くて、また来たい？ぜひ来たいです。なるほど、嬉しいですね。ところで小野寺市長、ケイティさんのように青森市に興味関心を持ってくださった人へのアプローチとしてどのような取り組みがあるんですか？移住を検討している方に青森を選択してもらう、青森移住を決断してもらうための取り組みとして、移住就業や収納、サテライトオフィス設置などのための各種支援制度、助成制度を整備・拡充し、移住者をサポートすることとしています。それが計画層へのアプローチなんですね。ところで、
青森市ではどのような移住支援があるのでしょうか。青森市新しい働き方推進室の伊藤さんに教えていただきましょう。青森市に移住する方には移住支援金最大100万円、新しい働き方移住支援金最大25万円を支援します。さらに青森市でリモートワークを行う方にリモートワーク活動支援金年間最大36万円を支援します。対象となる方の要件など詳しくは新しい働き方推進室へお問い合わせください。また青森市役所駅前庁舎にある U ターン就活サポートデスクでは大学生や U ターン就職を考えている方のために青森市内の企業とのマッチングなどの支援をしています。お気軽にご相談ください。とても手厚い支援だね。さて、実際に青森市に移住してきて新しいことに挑戦している人がいます。お話を聞いてきましたよ。一応東京の方で飲食店を経営したんですけれども、まあ、ちょっとコロナとかもあって閉店することになって、でその時にたまたまその地域おこし協力隊の募集を見つけまして、で、まあ、それはその就農というか農業を勉強するっていうことだったんで、あ、農業やるのもいいかなと思って、で青森にこう来ることになったんですよね。僕も46歳って年なんですけれども、46歳から何かを始めてもこうちゃんとできるぞというところを、まあ、同年代の人とか若い人たちとかにこう身をもって伝えていけたらいいなと思います。自分で野菜を作って、その野菜を使ったこう飲食店をまた青森で出せたらいいなと思ってます。あゆざわさん、青森市に移住してよかったですか。やっぱり食べ物がすごく美味しくて、もう新鮮で種類も多いですし、もう自然もいっぱいで海もあるし山もあるしっていうので、もう本当に青森に来てよかったと思います。あゆざわさんのようにここで暮らす人たちが青森市の魅力をどんどん発信していくと、関係人口が増えて、その結果青森市に関心を持ってくれる人が増えていくんですね。移住定住が促進されて、さらに一度青森を離れた人も青森に戻ってきてくれたり、そうした交流が増えると企業誘致も活性化して、青森で働くことの新しい価値が生まれるということ。まずは市民の心を一つにしてふるさとの未来を考えること、そのエネルギーが明日の青森を生み出していく。そして青森市で働く人が増加すると町が活性化されていきます。イカシーも青森市の新しい魅力をどんどん発信してくださいね。小野寺市長、わかりました。私も新しい日常の中の新しい青森の魅力を探しますね。そして見つけた魅力はどんどん発信していきます。皆さんの周りにも当たり前になっていてなかなか気づけていない宝物が眠っているかもしれない。みんなの気づきが青森を変えていくんです。同じ思いを共有することが大事なんですね。まさにセイムフィーリングですね。